アッパースキアロスタミは、イランの映画監督、脚本家、写真家。ペルシア語表記は、で、アッパースキアロスタミーと発音する。イランを代表する巨匠として知られる。1940年6月22日、テヘランで生まれる。テヘラン大学芸術学部を卒業後、1970年に短編、バン裏通りで映画監督としてデビュー。 1973年には初の長編タジレベを制作した。以後、友達のうちはどこそして人生は続く、オリーブの林を抜けての三部作を制作して評価を確立した。現代イラン映画を代表する監督となる。1997年には応答の味でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。1999年の風が吹くままは、 ベネツヤ国際映画最新サイン賞特別大賞を受賞した。2008年にはエクサンプロバンス音楽祭の依頼でモーツァルト作曲の歌劇コジ・ファントッテを演出した。共同制作だったイングリッシュ・ナショナル・オペラでの2009年上演の公演の際には都営のビザが降りず演出に出向けないということが発覚。そのオペラに出演したウィリアム・シメルト ジュリエット・ビノシュ共演によるフランス・イタリア合作トスカーナの元作を2010年カンヌ映画祭で発表したが最優秀女優賞を受賞したビノシュが監督が会場に来られないことに対しての非難をしたためイラン国内での公開禁止及びビノシュの入国禁止令を出すという事件が起きた2012年には Like Someone in Love を日本で制作した 2016年7月4日、がん治療で訪れていたパリで成去76歳を打つ。オズヤスジロウの影響が至るところで顕著に見られる。キアロスタミは自身でオズファンを公言しており、オズに捧げる映画作品、GO、ゴーファイブ、オズヤスジロウに捧げるも制作している。イラン政府の検閲と妨害により、子供の話なら、かと。 許可が出て撮影された作品が友達のうちはどこである。1979年のイラン革命により多くの作家が出国を余儀なくされたが、キアロスタミはイランに残り、素人役者を起用してまで人間の心を描き出す独自の作風を確立した。ありがとうございます。